ホース州キャニオン類草とは、カナダアルバータ州南部にある地層である。名前は、ドラムヘラー近くの悪地内にある、ホース州キャニオンという渓谷に由来する。ホース州キャニオン類草は、エドモントン層群の一部であり、230メートル以上の厚みがある。地質年代は、後期白秋、カンパニアンからマーストリヒチアン前期のもので、デーザ、ガン、炭素、 石炭等で構成されている。川や沼の氾濫や洪水による堆積で保存された多様な化石を産出する。そうした影響の小さかった川口での堆積物は採石層場になった斜面に見られる。気水性の微化石がこれら堆積物内で大量に存在し、川口へ定期的な海水の流入があったことを示している。ホース州キャニオン類層は、 ドラムヘラーの周辺で、レッドディア側に沿い、トロックーの近く、そしてさらに、エドモントンのノースサスカチュワン川沿いに広がっている。上部には、白色のデーガンとスコラード類層が覆いかぶさるように、堆積している。ホース州キャニオン類層下部に位置する、ドラムヘラー石炭地帯では、1911年から1979年まで、荒木生炭の採掘地であった。アトラス炭鉱は、 カナダ国立史跡に指定され保護されている。より最近ではコールベッドメタンの主要な産地として注目されている。ベアパウルイソの海底近くとホースシューキャニオン、ルイソの沿岸との接触。石炭床はホースシューキャニオンルイソで一般的であり沿岸湿地で形成された。ホースシューキャニオンルイソから見つかった恐竜はアルバートサウルス、アンキケラトプス、 アノドントサウルス、アリノケラトプス、アトロキラプトル、エピキロステノス、エドモントニア、エドモントサウルス、ヒパクロサウルス、オルニトミームス、パキリノサウルス、パルクソサウルス、サウロロフス、ステゴケラス、ストルティオミムス、ステノニコサウルスを含む。ディデルホドンのような恐竜以外の爬虫類や、両生類、魚類、海生及び陸性無脊椎動物、そして、 植物の化石も見つかっている。ホースーキャニオン類層ではカメやワニのような爬虫類は稀である。これは当時の気候が彼らにとって寒冷すぎたことが原因と思われていたが、クイニーラによる2013年の研究では、カメの多様性の低下は土壌の水はけの状態の変化と関連し、乾燥、地形の不安定性、移動障壁によって制限されていたものであることが、 指摘された。ありがとうございます。